今日はね、もう今までの私とは全然違いますよ。まあ YouTube を見てお楽しみに。はい、なんか今日は結構 NMB の配信が多いので短めに30分ぐらいおしゃべりできたらなと思います。ナンバトルのね、開封とかしてるなうって人は BGM 代わりに聞いてくださいって感じです。みんなお疲れ、今日もお疲れ様です。あ、そうだ、ナンバトルの J の投票今日まででした。応援してくれた皆さんありがとうございます。愛の方もね、愛の方はまだやってるので応援お願いします。 J の投票したよ、ありがとう。あ、ケンイチさんありがとうございます。レインボースターどうですか。あ、マオさんレインボースターありがとうございます。投票は昨日頑張った、ありがとう。なんか今なんて言おうとしたっけ、あ、え、なんて言おうとしたっけ、忘れちゃった。あ、ショールームの方が、昨日インスタライブしてたんですけど、ショールームの方がめちゃめちゃ落ち着くこんばんは。今日は髪の毛ふわふわだね。はい、巻いてもらいました。でも最近この長さにしてからはね、このふわふわ巻きが多い。遅刻した、 J の投票疲れ、ありがとう。応援してくださった皆さん、ハディルさんレインボースターありがとうございます。ヒデさんもありがとうございます。投票のためにタイピングしてる時間がまさに愛だと感じながら、ありがとう。みんなの時間を使ってね、本当にありがとうございます。BGM 代わりにしてください。あ、青島さんレインボースターありがとうございます。なんでインスタ、うわー、ファジルさんすごい、なんだこれは、氷の東京タワー、違う、タワーか。ありがとうファジルさん、嬉しい、センキュー。あ、ほのちゃんギフトありがとうございます。プリスケさんも、プンちゃん、あ、ブンちゃん、青島さんもありがとうございます。その長さは2019年くらいの長さです。俺調べ、ありがとう、調べてくれたん。でもね、私もなんかその時の写真を見て、あ、なんかちょっと気分転換しようと思って切りました。うん、最近ねちょっと長くてポニーテールとかできてたから、黒髪ストレートってか、なんかそういうのが好きな方はすいませんって感じやけど、なんかそういうこともなくてよかった。楓パパさんありがとうございます。鈴鹿大輔さんありがとうございます。明日話すことが多すぎて、わー、足りるかな時間。明日はオンラインお話し会です。久しぶりですね、ちょっと、いやー、やっとですね。明日はジャケ写風のデニムの私服を着ていきます投票したよ、ゼロと O に苦戦した、 ありがとう。髪明るめ好きかも、ありがとう。あ、ファントムさんレインボースターありがとうございます。エガちゃんもありがとう。そう、ちょっとずつ色出てきましたね、わかる？ちょっとだけ茶色なん。明日ワクワク。こんばんは、来たよ、ありがとう、来てくれて。服間に合ったの？そう、服結局なんか届くの3月1日なんですよ。
だから今日お仕事終わりに駆け巡って、あ、クマありがとうございます、双葉さん。そう、そしたら運命的な出会いをしました。はい、よかったよかった、明日はお楽しみにでもね、オンライン話し会全身見せれへんから、早くリアルお話し会したいですね。お話し会3つの部で星出たよ。売り切れかな、あ、全部完売かな。うーん、今日まででしたもんね。申し込んでくれた方ありがとうございます。フォローしました、レントさんありがとうございます。明日行くけど枚数足らん、おー、どうしよう。めっちゃ早口言葉で伝えてください。久しぶりやって。ウーカメイの箱石さんありがとう。すごい、今はなんか氷の中にギフトが入ってる。ウーカメイの箱石さんは美味しそうなパンダマンみたいな。ありがとうございます。俺今日誕生日だよ、 A 君おめでとうハッピーバースデートゥーユー、 A 君ハッピーバースデートゥーユー。はい、真ん中ごっそりと略しましたけども、お仕事終わりのウーカを癒される、よかった、よかったです。私声があんまりその高くないというか、キャッキャしてないから、昨日インスタライブ終わってからお母さんと喋ってて、なんか優香って声低いからみんな見てて楽しいかなっていう相談をしてたんですよ。でも癒されるって言ってくれたらすごい嬉しいです、よかった。カイザーさん初見こんばんは、すごいハワーくんがいっぱいだ、ありがとうございます。明日明後日バイトで参加できない、あー、バイト頑張ってね、バイト。喋り方おっとりしてると思う。そうですね、おっとりしてますね気力のない返事。今日からの麻雀一押しガチャはした、あ、まだしてない。皆さんしましたか、一押しガチャ。でもリプで私の出たやつ写真載せてくれてたのとか見ました。いっぱいねゲットできるタイミングなので麻雀やってね。最近 NMB のね麻雀てっぺん取ったんで、やってもねもう全然勝てないんですよ。で私がやっぱ告知するからファンの方が一緒にやってくださって対戦できるんですけど、なんかファンの人の前で盛大にローンされるのが恥ずかしくて、恥ずかしいです。うわ、優香やられてるって思われてるやろなと思って。あやちゃんレインボースターありがとうございます。もちろんしたよ、さすが。久々に麻雀やろうかな、ぜひぜひ。緑の着物、ああ、ありがとうございます。お団子乗っかってるやつかな。歴戦の勇者ばかりになってる。そう、私の推しあのポイント、推しパーセント1000超えてる方とかいて、さすが。たくぼんさんありがとうございます。うん、今何回もあくびを我慢しています。週末ですね、金曜日の夜はやっぱり、あ、でもそっか、まん延防止でみんなお家ですか。
ん、レインボースターありがとうございます。タッカ、うーちゃんは寝るの早い？寝るの日によって違いますね。お仕事の終わる時間とかで結構違う。メイさん、レインボースターありがとうございます。なんか最近ちょっと寝つきが悪いなって時があったんですよ。その時に私いつもオルゴールとかかけて 寝てたんですけど、それでも寝れなくなっちゃって、そう、それでも寝れなくなっちゃって、あの YouTube のお坊さんのチャンネルがあるんですけど、そのチャンネル流しっぱなしにしながら寝るようになったらめっちゃ寝れるようになりました。あ、タッカさん、お猿ありがとうございます。ドンさん、リンボースターありがとう。リンから年中引きこもってます。リモートワークに適してる。明日何時起きですか？明日は何時やろう、7時ぐらいですか、6、7時ぐらい。すごいの見てんな、謎案件めっちゃね、すごいんですよ。もう全然話聞いてないけど、正直あの内容は4回ぐらい見てやっと入ってくるんですけど、もうその人が喋り出したらもうスーって寝れるんです。おすすめ。明日の話し会参加券あるけど急にお仕事になって参加できないかも。そうなん？また来てね。お坊さんのチャンネルってどんななの？大きいに、あれなんていう感じやろ、すみ、おー、あ、おろかって書くんかな、あれ。それ芸能人の人もテレビで言ってた。そうなん？なんか科学的に証明されてるんですか？大具和章。人の漢字っていろんな読み方するからわかんないです。大きいに、愚かに、和むに、向かうの難しいバージョン、ぜひ調べてみてください。ごめんなさい。寝る前にはヨガしてるんですか？はい、します。なんかもうしないと気持ち悪いっていうか、体を伸ばさないとしてます。おすすめ。あ、明日更新されますよ、明日の朝ヨガ。みんなオンラインお話し会待ってる時間やってくださいね。今回はうーちゃんの早めの部だから毎回。そうなんですよ、私10時からやからみんな寝坊しちゃダメですよ。10時ってね、地味に早い。明日お話し会の合間にワンセブンライブもあったり、お宅は忙しくなりそう。あー、そっか、私はもう終わったからないですけど、忙しそうな人がいたら、あ、この人17見ててんなって目で見ときます。寝れないとき諦めてゲームしちゃう。あー、寝れないときは確かにワンピースとか見ちゃいます。おしょうって読むの？おしょうさんのおしょう？ダウンドックの三角形がめっちゃ綺麗、嬉しい。何よりも好き、ダウンドックが。
足がめっちゃ伸びる。セブンネットさんで買うとウーカの写真です。CD ですかね。みんなゲットしてくれましたか。屍のポーズだけできましたあれね、いいですよね。屍のポーズはどれだけ屍になれるかですから。ヨガの一番最後にね、あのポーズをするんですよ、ヨガのレッスンって。私普通に寝たことありますもん、気持ちよすぎて。先生の声が遠くの方で聞こえて、で起きて、そしたらみんななんか体ひねったり動かして、私だけずっと屍のポーズで寝てたっていうお恥ずかしい。みんな気づいてるけど、なんかそーっとしといてくれますエレンさん、レインボースターありがとうございます、一部とかリアル握手会なら遅刻するやつや。でも握手会9時ぐらいからやってなかったですか、前の時。リアルの時めっちゃ朝早かった思い出があるし、朝はみんな眠そうで、なんか眠いなって気持ちを共有してた思い出がある。今日の晩御飯は何？今日はなんか夕方らへんにローストビーフのなんかローストビーフ丼みたいなの食べたんですよ。そうで、ちょっと食べ過ぎたなと思って、それはお仕事のお弁当いただいたんですけど、食べ過ぎたなと思ってちょっと我慢してますその後いっぱい歩いたから、お買い物するために、プラマイゼロ甘い。肉まんギフトポイント、なんだそれ。さっきなんかくれてたやつが肉まんポイント、あんまんポイント、あんまんギフトポイント、え、ありがとうございます。ヨガマットってお手頃価格？もうなんか今日私100均行ったんですけど、100均でも売ってましたよ。あ、パンダマン来た。腰痛治るポーズない？それ私も今ねちょっと考えてるんですよ。私もその自粛中、自宅療養中、座ることやっぱ増えて、なんか腰痛いなってなって、腰気持ちよく伸ばせる動きないかなってちょっと今調べてます。待っててください。ヨガは、ちなみにヨガはいつからやってるんですか？去年の春ぐらいです。エガちゃんありがとう。今回の CD 開けにくい腱鞘炎になった。嘘、大丈夫ですか？私も今日パチンコずっと打ってて腱鞘炎になりかけたそう、夢中になってちょっとギューって握っちゃうんですよね、あれ。5年前の2017年に初めて好きになったアイドルが。そうなんや、ありがとうございます。美味しかったよ、ローストビーフ丼めっちゃ。ヨガ呼吸法も大事って聞いたことあるから今度教えてほしい。確かになんか頑張りたい時のなんかそう呼吸とリラックスする呼吸があるんですよね。はい、また伝えれるように私もちょっと勉強します。座ることが増えるとお腹が出ちゃったりしませんか？めっちゃしますはい、今日もね友達となんか最近冬やしなんかちょっと油断してたなみたいな、でもやっぱちょっともうやばいわみたいな感じで喋ってて、今もう何バトルっていうのもあってちょっと気をつけてます
動かへんかったらすぐお腹出ちゃう。あのエクササイズのために買ったヨガマット2980円でした。だってニーキュッパーです。在宅勤務続きで腰痛持ちが増えてるらしい。そうなんや。なるほど、わかる気持ち。なんか不意にもう痛くなってますよね。たくーぼんさんありがとう。ワンちゃん、おじさんやないか。はい、焼肉配信、そういつやりましょう。それでね、焼肉配信で焼肉のお肉を頼んだつもりだったんですよ私。でもなんか食べたいお肉意のままに注文したら、なんかすき焼きのお肉を注文してたみたいです。すいません、間違えました。怒らんといて。そうなんです、だからすき焼き配信になります。エレンさん尊い、ありがとうございます。ちなみに食べ物の味や匂いの感覚は影響なかったですか？はい、今回はなかったです。なんかサシがいっぱい入ってて、こんなお肉なんか見たことないと思って選んだらすき焼きのお肉でした。お父さんとお母さんがあれすき焼き用やでって教えてくれて、めちゃめちゃ焼肉のお肉頼んだつもりだったんですけど、うかうかしてました。ごめんなさい。申し訳ないです。よいしょ。ちょっとね、パパとママにも、まあ妹にも美味しいお肉食べてほしいんで、家族で食べるときに食べたいんです。そう、いつがいいかな。明日、明後日の終わりとか夜とか日曜日の夜とかどうですか？あ、しゃぶしゃぶでもいいかも。あーでもな、たすき焼きって美味しいですよね。いつの間にすき焼き派になったん？でも焼肉とすき焼きって、あ、難しくないですか？その時の気分なんですよね私は。一緒に公園行った友達がウーカのダンスめっちゃ褒めてたよ。ありがとうございます。締めはうどんですね。加藤家はお鍋も、妹がうどんが好きなんで、すき焼きとかも全部うどんかも。私は特にどっちも好きなんですけど、そのご飯入れたりするのも。前にうかの言ってた大阪のすき焼きみたい。あー、なるほど、食べるところしか見せれないかもしれないです。でもそうですね、割り下っていうんやっけ、あれすき焼きは甘いの？でもお砂糖入れますよね。お砂糖と醤油と甘い、甘辛いやつですね。恋ラブ公演の千秋楽はもうやらないの？やりますよ。はい、やるので待っててください。なのでまだキンマートです私は。健在。うーちゃんが劇場公演で教えてくれたカイロの貼り方めっちゃ温かいです。ありがとう。あ、ゆうかも今日貼ってます。ちょうど後ろに仙骨のところ。
いいですよね、あったかいですよね。そこに貼ってこうやって首温めてって、あと手袋したらもう無敵なので、寒がりの人はぜひやってみてください。あっという間に30分経ちますね。逆に暑そう。そうですね、屋内にいたら暑いかも。ウーカの声ってめちゃめちゃ分かりやすいから、新曲聴いて歌わりすぐ分かった。嬉しい。みんな分かってくれるんかなっていつもね、数人で歌ってるから、もう聞き分けれるようになって、ありがとうございます。配信はもうそろそろ終わりたいと思います。なんか YouTube で生配信してたりとかしてますよね。今17話も終わったんかな。さっきショールームで8期生密着もやってましたよね。わかる、盛り上がってきたよな、なんか終わるの寂しくなってるんで、私も。今日はよく寝れそうだ。アバターガチャウーカ出なかった。ホリシオン、シオンちゃん、ウーカの声はわかるよって、嬉しい。じゃあどこでしょう。名残惜しい。握手会なら壁に激突や握手会あるある。喋りが終われなくてね、こっちの壁に。さあ、これは歌えという圧でしょうか。カメインの箱推しさん、おお、2番の歌い出し正解。じゃあ1番はどこ歌ってるでしょう。今来た間に合ってない説。いや、それがね、間に合ってます。やったね。明日お話し会よろしく。こちらこそよろしく。明日よろしく。絶対傷つけないように選抜。正解、おめでとうございます。間に合ってた、ギリギリかなと思ってた。そうなんです、間に合いましたよ、かすみちゃん。絶対傷つけないようにそっとです。日曜日の服は何でしたっけ。日曜日は今年のトラですよね。トラとで、どっちがいいかな。あの3部6部あるんで、3部ずつで虎と、あの中ばっかじゃなくてウーばっか、 YNN の24時間テレビで来てたあのクマさん、クマさんじゃない、犬クマ犬かの格好します。友達が貸してくれました。あの服買おうとしたら売り切れてて、あれ私服じゃないんです、衣装なんですけど、あのみんなが買えるところの服なんですよ。でももう時期的に売ってなくて、
あさってストバコマ T でいいね、ストバコマ T で参戦して、語呂がいいですね。私もレッスンとかストバコマ T でよくしてます。日曜日は何持って、うーん、何がいいかな、お肉お肉、私も可愛いの着てウーカのハートゲットしちゃおうとやって、可愛いあーゲットして、楽しみ。ちょっともう今胸がときめいた。肩にワイヤー入ってるんですか今回の衣装。ワイヤーは入ってないです。ドンキ？いや、ドンキじゃない、イーウーです。イーウー、女子はそういうのできていいよなーなんて心のなんか声。ストバコマ T があるじゃないですか ウーカにいつも恋してるからな、ありがとう。チョロウーちゃん好きやわ、ちょっとチョロいとか言わんといてよ。本当にそうですねこの前ね、チーム B2 のレッスンが N の後にあったんで、ちょっと終わってからマネージャーさんと喋ってたらね、8期生の子が来たんですよ。でめちゃめちゃ大人っぽい子来たと思ったら田中ゆきのちゃんやって、もうセンター分けで髪の毛バチバチ決めて、でなんかお腹出しのレッスン着着て来たから、えゆきのちゃんってそんなキャラやったっけと思って、なんか今日かっこいいっすねみたいなオーラすごいなみたいな話をしててね。そうで、なんかセクシーキャラなみたいな言ってたら、マネージャーさんが、いやこの子はめっちゃおもろいからちょっと見たってって言われて、なんて言ってたっけ、なんか言ってましたなんか言ってて、あれ何言ってたっけ、なんか決め台詞みたいなのずっと言っててんけど、なんかなんやったっけ、忘れちゃった、一番大事なとこ忘れちゃった、ごめんなさいそうで、でもそれがめっちゃ可愛くて、そうキュンってなったっていうちょろい私の話です。なんて言ってたっけ、なんか気合だーみたいな、なんとかなるみたいな言ってました。そう、落ち込んでるメンバーがいたらみんなにこれやってるんですって。はい、以上です。なんて言ってたっけ、忘れちゃった。ゆうさん初見です、ありがとうございます。でも頑張るさんフォローしました、ありがとうございます。え、28日人狼なん、何するんやろうと思ってたんですよ。28日ね、生配信何やるんですかって聞いてもマネージャーさんみんな知らんくて、人狼ゲームなの？わ、ほんまや、
息抜き9時半から10時半、 NMBJ の息抜きってどういうこと？あ、ナンバトル中やから息抜きさせてくれんのかな。人狼で息抜けたことないけどな気抜いてたらほらこうやってとりあえずかって殺されるからさ、気抜けないよ。でも嬉しい、人狼ゲーム好き。あれですね、 M4 人、 N4 人、 B2 2人って感じですね。シオン、シオミンがどんな戦い方するんかめっちゃ気になりません？まあでもそれ、あの私の出演時間が短いと、まあ確かに息抜きはできるけど。シオンめっちゃ喋りそうやな楽しみですちょっと TU って言わんといてね、みんな。絶対言うか、生き残るから最後まで。いやでもな、あちょっとあんまり喋りすぎやんとこ、ここで。やっぱり日本のっていうか戦い方とか違うんかな、気になりますね。うん、アイピもすごい、なんていうんですか、賢いというか、うまそう。ね、ぜひ見てください。2月28日月曜日、うん、すごい、土日オンラインお話し会で会えて、月曜日は配信で会えますね。頑張ります村娘頑張ります、楽しみます。昨日今日も配信してくれてるし、ウーカデー、はい、ウーカデー。前の選挙期間って結構握手会で会えてたじゃないですか。今はねあんまり会えないから。でもこうやって配信のするコンテンツがあってよかったです。役をもらったところで消される期待されてな。背景を人狼っぽくないのにすればきっと大丈夫。あ、リモートなのかな。花畑とかにしとこうかな。今度の YNN で朝ごはんってのもなかった？ああ、ありましたね。YNN さんね、面白くて私も好きです。皆さん、昔のドラマで好きなドラマって何ですか？めっちゃ急な質問。特別ルールで3ターン目までは TU 禁止で、前ありましたよね、1ターン目私殺すのなしみたいな。 TU すぎて何喋っても殺す、あの追放されてたから。大和の弟子、あーリッチーマンパワーウーマン、あー見てました。ラストフレンズ、おーガリレオ、言えなき子、1ミリの涙、あー知ってます。スクールウォーズ、
踊る大捜査線。めいちゃんの羊、うん、懐かしい。古畑任三郎、あ、池袋ウエストゲートパーク、あ、IWGP、キッズも男女の何、あ、いっぱい出てきた。あ、恋は続くどこまでも結構最近見てました。あ、花丸さん、だるまありがとう。恋は別冊にして、あ、サイピーさん出てたやつかな、101回目のプロポーズ、映画ですか、101回目のプロポーズって。金八先生、あ、花より団子見てた。彼女は綺麗だったも見てました。あ、彼女は綺麗だったか、サイピーさんが出てたのは。あ、オーマイボスはそう、ユーリか、すごいな、みんな。半沢直樹、ヒーロー、私ね、西遊記って皆さん知ってますか。第2弾かな、私あれめっちゃ好きだった、好きだったんですよ。あ、そう、悟空、香取慎吾さんの、あの堺正章さんじゃない方です。あれ最近なんか最近なんでって感じなんですけど、仏教の本を読んでたんですよ。なんかヨガのことを調べてたら、まあ、そういう仏教とかなんかそういうのに行き着いて、ちょっと仏教の本を読んでた時に、その本になんか西遊記のその話が出てきて、そういえば西遊記めっちゃ好きやったと思って、あのシャンシャンって三蔵法師が出てくるところとか、戦闘シーンとか、毎回悟空がめっちゃ熱い言葉言うとことか、なんかキャラがめっちゃ豊富で濃くてめっちゃ好きだったんですよね。サゴジョウは桃根だっけあれサゴジョウやったんや。うーん、天才バカボンも関係あるらしいよ。へえ、見てみよう。そう、生か、な、今またもうわかんないけど、もしああいうドラマができたら、映像もすごい綺麗になってるじゃないですか、あの時代よりも。どうなんねやろうって、見てみたいってめっちゃ思いながら見てたんです。そう、あそこめっちゃ好き、リンリンの結婚のところ、混成魔王とか、あと金魚が出てくるところも好き。あ、花丸さん、いっぱいハートありがとうございます。水川あさみさんの綺麗リンリン。私はあれ小学生とかやったと思います。すごい嬉しい、分かった、知ってる人がいっぱい。アベリカベリ DD さん、ありがとうございます。西遊記の映画見ました。あのおじいちゃんのお家について、悟空が後ろでひたすら罠に引っかかって一人でリアクションしてるシーンがめちゃめちゃ好きです。
今なら三蔵法師誰にしてほしい。でももうイメージがつき切ってしまってますね。もう深津絵里さんのイメージがすごい。楓パパさんありがとうございます。 NMB で最有機やるなら配役は、わあ、お猿さんのミルちゃんが卒業しちゃいましたもんね。誰やろう、誰やろう。佐護城はこじりんっぽくないですか。なんかあの女性にモテる感じ、ちょっとスマートな感じ。モンキーマジックの歌、そう、それで私最近めっちゃ聞いてます。マイチが三蔵法師に似てるって言われててまだあー、そうなんや。悟空誰やろう。思った、シオン、エガちゃんがいいシオンちゃんって言ってたけど、思いました。シオンめっちゃ似合うと思う。三蔵法師はミカナ絶対綺麗。せやな、三蔵法師誰やろう。すごい話題ですねこれ。なんか三蔵法師はなんかもっと意外と表情豊かというか、感情が素直に全部出るじゃないですか。うわ、ゆいなとみらこ、うわ、確かに。出口ちゃんはやっぱラビグルメとかしてご飯を食べるっていうイメージとかついてるし、八海が可愛い、似合うなって思います。確かに三蔵法師は綺麗っていうイメージもあるけど、なんかなんやろな、でもめっちゃ何にでも騙されるというか、素直ゆえにで怒るし泣くし、結構感情豊かな凪ちゃんは三蔵法師、熱さもあって顔顔プリンセスも面白いよ。顔顔三蔵法師は私は凪ちゃんかな。はい、私の最有機凪ちゃん、三蔵法師、佐護城、個人、孫悟空、イーシオンで、八海がデグッちゃん。リンリンは、ワカニャンの三蔵法師もいいなって思いました。いや楽しいウーカの三蔵法師のイメージって感情豊かなんだ。はい、めっちゃ豊かじゃないですかなぎちゃんすぐ輪っか締めそう。確かに、リンリン、ドラ、泥棒、ちょっとやんちゃな感じですもんね。リンリン、アイピ、金閣、銀閣、うわー悩むな。一気に映画ですね。金
私銀閣めっちゃ好き。なんかどんな時も遊び心忘れない感じがめっちゃ好き。ウークがどの配役にも入ってない。私は今監督です勝手な。リンリンはなんかアイピが合う気がする。まあなんか悟空と結構喧嘩するじゃないですか。シオンとそんなんしてるの見たことないけど、まあなんか気も近くてで可愛くて、なんかズバズバ言うけどかりん、なんか儚げな感じ。ウークが楽しそうで楽しい。はい、まさかこんな楽しくなるとは。そうですね。わあ、ちょっと全部当てはめたら楽しいな。いつもおっぱい仙人みたいな、三蔵一行をなんやかんやで見守ってくれる仏様いたじゃないですか。羅刹女、わあ、それこそ三かなとか似合いそう。どうですか、冷たそうに見えるけど実は愛情深い羅刹女。あ、もうこんな話をしてたら時間が。はい、楽しかったです。嬉しい。ちょっと最近ね、西遊記にハマってたのでこうやって皆さんが話に乗ってくれて嬉しかったです。ありがとうございます。じゃあランキングを読んでいきたいと思います。今日のランキング13位、ドンさんありがとうございます。12位メイさんありがとうございます。11位タッカさんありがとうございます。10位エレンさんありがとうございます。9位ケンイチアットマークチームエノオシさんありがとう。 N8 位白玉さんありがとうございます。7位双葉さんありがとうございます。6位花丸さんありがとうございます。5位ファントムさんありがとうございます。4位カエデパパさんありがとうございます。3位青島さんありがとうございます。2位ウーカメインの箱推しさんありがとうございます。1位ファディルさんありがとうございます。はい、じゃあ明日はオンラインお話し会よろしくお願いします。見てくれてありがとうございました。おやすみなさい。